今回はのび太のした一番残酷な約束に対するみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。のび太との約束守るために毎日待っててタイムマシンまで作った一の中堅ぶりがヤバすぎてあまりにも残酷すぎる。なんで迎え行かなかったんだっけ。迎えに行こうとしたらタイムマシンの時間が乱れて千年後に着いちゃった。なので一応やろうと思えばもう一回迎えに行き直すこともできなくはない。未来が変わっちゃうかもしれんが。魔界大冒険のパラレルワールドの説明を考えると、会いに行った世界線と会いに行けなかった世界線に分岐するんだと思う。時空間の乱れのせいで千年先の WN 国へ飛ばされた挙句タイムマシンが壊れて、そもそも帰れるかもわからなかった。ハチコとイチがタイムマシンで向かって同じ乱れで赤ちゃんになって育ての親に拾われなかったらマジで詰んでた。再会はまさに運命。偉大な科学者になって大衆との別れを告げた後に、これであの人に会いに行ける。はもうなんというか、のび太は何の悪意もなく友達として約束しただけだからこそ残酷。ワンニャン時空伝はここら辺ちょっとひどいシナリオだなぁと思ってたけど、元ネタの話の野良犬一の国も大概だったわ。タイムマシンは元凶をなかったことにできちゃうから物語的には禁じ手なんよね。それしか手がなかったのが鉄人兵団くらいかね。子供の頃読んでタイムマシンってもしかしてめちゃくちゃ危ないものなんじゃないかって気づかせてくれた話だから割と好き。人間に失望してもおかしくないのに年寄りになるまで待ち続けたのすごいよ。これズブの方も日記書いてるあたり同じく待ってたかもしれない可能性はあるんだよな。のび太がつけたズブって名前を名乗り続けていることもポイントよな。初めて見た時冒頭のおじいさんの正体に気づいた時マジで衝撃だった。子犬だった一が犬猫の指導者として国を何十年も導き続け、晩年にはタイムマシンを作り出して時間を旅しようとした行動原理がのび太さんに会いに行くためなのが美しい。きっと一のことだから後のことは任せたという話をしてから旅立ったんだろうな。ま、千年以上経ってた猫じゃらになっちゃったんだけど。会いたくてたまらなかったはずなのにずっと我慢してたの本当に中堅。全然ベクトルが違う話だけど、のび太の無人島10年問題とか時間関連だとたまにとんでもない問題起きるからな。イチとズブはのび太の約束の件で別れてそう。よくよく考えたらドラえもんの秘密道具あったとはいえ、イチとズブはイチから国づくりの苦楽を共にした建国メンバーだしな。のび太に会いに行くためにタイムマシンで旅立った位置についてはいろいろとこじらせていそうかね。まあでも結果的にのび太たちもワンニャン国も双方かけがえのない出会いができたからよかったよな。権力者の乱心で滅びゆく国からの脱出が不可能になりかけた時に建国神と初代大統領が助けてくれたと書くと神話としか言いようがない。大真面目にズブの真意は知りたい。リメイクされたらズブ関係めっちゃ盛られそう。猫じゃら一族の描写がもっと見たいな。とりあえずズブの名前に関しては触れてほしい。会えなかった前提で世界が進んでるから、もう一度タイムマシンで会うわけにはいかなそうなんだよな。辛い。人間憎しで日記書いてたけど、のび太の優しいぬくもりだけは捨てきれず、遠回しに書いた文章を猫じゃらが曲解しまくったせいで結末は金持ちから掃除要員は気の毒。ちゃんと約束した日に来てたらズブはめっちゃツンデレになってそう。時間に干渉すると当然ながら悲劇も起こるってことだよな。結果論だけど、猫じゃらって化け物が生まれたのも元はタイムマシンを使った結果だし、狂気を暴走させた猫じゃらのシャミーへの仕打ちはあまりにもひどすぎた。シャミーを線路に縛り付けたり、一族以外の国民を見捨てたり、やってることは自分が忌み嫌ってる人間の醜さそのものだっていう皮肉ね。闇の目白く人間への恨みは書いてそうだけど、のび太やドラえもんのことは悪く書いてはなかったっぽいのがまた、未来からまたのび太たちが来ることを闇の目白くに書いてたらしいけど、一がタイムマシンを作ったようにズブも未来史できる道具か何かを作れたのか、のび太がいつかきっと来てくれるはずだと心の底では信じていたとか。一が大統領になって、その千年後にはズブの子孫も権力者になってて、もしかしたら一の側近とかやってた可能性ないかズブよ。猫じゃらはワンピースのホーディみたいに直接人間に何かされたわけではないのに自分の不満を書こう。ズブ、
と結びつけて憎悪だけ膨らんでったのかもな。そういや終盤はともかく伸びた心臓に手を出してないんだよな猫じゃら。おばあちゃんとの話も絡んでくるの、さすがリニューアル前最後の映画って感じで好きだわ。思えばおばあちゃんの剣玉が一の未来につながったんだよな。横にある継ぎはぎのクマちゃんに泣かされる。のび太を最後まで信じてタイムマシンを作って旅立った一応ズブはどう見ていたんだろう。結局捨てられた、ひどいことをされたトラウマから逃げ切れずに心を閉ざしてしまったのか、その傷を少しでも癒したい一心で神殿を作ったんだろうか。魚屋から魚盗んでガリガリに痩せてて雨にズブ濡れだったズブの子孫が温かそうなマントに身を包んだデブ猫なのがズブの努力と苦労が垣間見えるんだよね。他の中央山ドラ映画みたいにリメイクしてほしいんだけど、主題歌は夢日和から変わらないでほしいという気持ちはある。おばあちゃんに教えてもらった剣玉を一に教えて敵を倒す一手になるの本当いいよね。一もよく闇落ちしなかったな。粒がいなかったら一が闇落ちしてたかもしれない。二人で共にゼロから国を作ったんだし、最も信頼できて心を許せる相棒だったのかもね。想像したら泣けてくる。犬や猫の寿命はあまりよく知らないけど、もしかしたらズブが提案して1がタイムマシンを作った、はいけどズブが体壊して1に託したかもしれない。いけない代わりに神殿作って祈ってたとか、それかもうのび太すら信じられなくなって財力やら地位を上げることで憂さ晴らししてただろうな。話はもちろん面白いけど、ドラメンバーそれぞれちゃんと見せ場があるから本当好き。のび太の優しさがうまく作用しなかったパターンだな。ノブドラ映画最後のボスが、プロペラで空を飛ぶ青い猫型ロボット、なのいいよね。実際ズブは恨みはあったが、のび太への感謝や思い入れもあったから表には出さずにメモだけして生涯を終えたんだろう。後年掘り返されて、見ろこれが真実だ、されて困るのはズブだと思う。完全妄想だけど、イチとズブが相棒みたいな関係になってたとして、老犬イチ、タイムマシン完成した。会いに行ってくる。ついでにのび太さん連れてきてズブにも会わせてあげるね。老猫ズブ、待てど暮らせど来ないんだけど、みたいな流れになってたりしない？ついにあいつすらも我々を見捨てた。からの闇の黙示録書いちゃった説。闇の黙示録だの、まか不思議な機械猫だの言い回しが妙に宙に臭く感じるので、もしかしたらズブの若気の至りの黒歴史掘り起こされただけの可能性ない？まあ可能性はあるね。しかし難機にドラえもんをちゃんと猫として認識してるんだな。ワンは影の至りか誰にも見せないから影ではっちゃけたのかは知らないが、表沙汰にしたいものじゃなかったはずだ。仮にリメイクされたらシャミーがズブタスのラミャーコ、ドラズバンみたいになって猫じゃらと同じくズブの子孫ってのが強調されるかもね。闇の黙示録というのは先祖の苦難歴史の闇に葬られたと思い込んで猫じゃらがつけた名称なのかもしれない。そうだとしたら、あの世のズブは自分の手記に宙にネームをつけられて困惑する。蜂となった一もまた成長して新しいワンニャン国を盛り立てていくんだろうな。キーボーみたいに助けに来るオリジナル映画を朝ドラでしたら鼻水だらだらでハンカチ濡らすわ。もしかしたら猫じゃらに対して手を差し伸べる一の姿がエンディングで描かれるのかもしれない。まんざらでもなさそうなズブさん、名前もつけてもらってご飯もらったから抱っこしても引っかかないで、のび太とドラえもんに対しては本当におとなしいあたり、やっぱり感謝はしてたんだろうな。でも来なかったから人間に恨みを込めて闇の日記を書いてたら、それが子孫に利用されるという悲しみ。ちゃんとおとなしく抱っこされたり部屋で過ごしてるのよな。本当にのび太とドラえもんだけは特別だったんだろうな。生きとし生けるものたらしだからな。のび太くんは人間をはじめとして犬猫にも好かれるし、恐竜にも好かれるし、なんなら山にだって好かれてるからな。飼いのび太相手すればイチコロよ。そもそも現代の人間がいる環境、邪道しようもない点で3億年前に行って犬猫が不自由なく暮らせる場所を設けたんだよな。のび太たち的には次の日にまた会いに行ったのに、とんでもないことになったもんだよ。ズブと一だけならこっそり変えたけど、そこにズブの兄弟も増えて山の中にもたくさん捨てられてたせいだからな。ご飯が用意できても小学生5人とドラえもんだけじゃ育てられないわ。グルメテーブルかけとフエルミラー出せやハゲ。そんなドラえもんの道具や4次元ポケットが映画版で優秀なわけねえだろ。
そもそもグルメテーブル掛けやフエルミラーで食べ物は増やさなくても食べ物は作れたんだよ。問題は小学生だわ。小学5年生委任が学校行ってる間にドラえもんが一人で面倒見れるか。会いに行けた世界線で片言ながらも喋った位置に驚くのび太たち。同じく片言で感謝の言葉を出そうとするもツンデレみたいになって勘違いされるズブ。そこで犬猫たちが対立して、みたいな話ができそう。もうちょい時期がずれていたらビッグファイブの2回目と3回目が直撃していたから3億年前は割とギリギリのセーフラインだったんだよね。のび太たちに自立して成長した自分たちが作り上げた国を見せたい一心で頑張ったんだろうな。約束の力が良くも悪くも奇跡を起こした素晴らしい物語だよな。本編はタイムマシン使って拾われた位置だから、本来拾われるはずだった位置はどうなってるのか気になる。タイムマシン使った位置は千年後に蜂として拾われてるから拾われる予定の位置じゃないぞ。のび太に拾われた位置が会いに行くためにタイムマシンに乗って巻き込まれた結果赤ん坊に戻ったため記憶もなくなり蜂として成長したんだぞ。そうじゃないと一は進化してて手足人間同様立ったり使える犬人間だからな。一緒に帰らない理由もそれだけど、ドラえもんうろついてるなら別に一も平気なんじゃ。いや、まあドラえもんは猫型ロボットだからそこは違うんかな。そういえばそうだった。拾ったのは猫獣人夫婦だったのを忘れてたわ。猫ジャーランドのデザインがズブよりドラえもんより、うん、不気味だけども、ナノも不思議な機械猫の力あやかろうとしてたのかも。ズブはなんでのび太の家にいたんだろう。兄弟分のご飯調達するためだとして葛藤してたのかな。雨風しのげるし、一応ご飯はくれるし寝る場所もあるからだと思う。あとは兄弟もはぐれたから頼る相手がいないからもありそう。アニマル惑星のちっぽくんたちと交流してほしいな。宇宙に飛び立ったから可能性はゼロじゃないんだよね。こんなんリアルでやったら引くだけだわ。ま、そこは中堅だし実際に待ってたと言われてる中堅ハチ公もいるからな。でも一がメス犬だったらヤンデレとか言うんだろな。犬好き猫好きなのもあって子供心にダイレクトアタックな映画だったな。一とのび太が再会するシーンで泣いて AD の夢日和で大号泣した思い出。タイムマシンというのは物語の起点に使う際はのび太の恐竜みたいにショーの時点で封じなきゃダメなんだよな。タイムマシンで万事解決と見せて敵が追いかけてきた魔界大冒険なんかは逆手にとってうまかった。子供の頃は普通に流せたけど改めて見ると一からのび太への感情重いね。国を安定させて何十年かけてタイムマシンを作ってのび太に会いに行くって人間じゃ持ち得ない犬の一心の忠義。普通の人間なら助けてもらった感謝と約束を破った恨みの思い出にできるけど時空を超えてまで会いに行ってるのが激重。やっぱそこは中堅ハチ公と欠けてるんじゃない。多分一は一度目の人生だと独身で子供もいなかっただろうな。青年期は国の安定に尽力して引退後はタイムマシーンの研究で。彼の家系があったら猫じゃら一族以上の名家になってただろうし、王家になってたかも。王家の血筋としてはこの上ないな。地球人でいうと全人類の祖、最初の人類の血筋だものな。ただ神聖ワンニャン国とハチとしての一の人生を考えると全国民には秘匿した方が良いかも。ズブ関係掘り下げ、フォローしようとしたけど尺の都合で、って話どっかで見たんだが本当なんだろうか。ソースあればいいけどないなら噂話に過ぎないんじゃない。大長編の敵って割と同情できない邪悪が多いけど猫じゃらは同情できる悪に見せかけた極悪。同情できるのはあくまでズブの境遇だからな。猫じゃら本人はズブに似てる血がつながっただけの別人。猫じゃらの悪行の中でもシャミーが一番の被害者なんだよな。リュナシーンが多すぎる上にそのほとんどが猫じゃらからの心身虐待という。仲間思いだったズブや約束を決して違えなかった一とは対照的な結末からしても自業自得の悪党として描かれてるし。シャミーちゃんひどい目に遭いすぎでしょ。猫じゃらは生涯かけて償え。何ていうか、笑顔で歌ってる時との落差が激しい感じがする。劇中の怯えっぷりからして日常的にひどい扱いを受けてそう。ドラえもんのおかげで救われたからよかったけど。人間世界を征服しようとしただけならまだしも、そのために同族を見捨てようとしたのが下道度高いと思う。
宇宙へ脱出のエネルギー源ギリギリ国民全員救うだけ集まったのに全部奪ってくのマジ畜生。どんなに救いようがない猫じゃらでも一ならかつてのズグみたいになれると信じて手を差し伸べる展開が旅立った先であるかもしれないよね。ドラ映画の別れのシーンはどれも泣けるんだけど、ワンニャン時空伝に関してはのび太たちとイチたちは出会えたことが奇跡と言えるからなおさら別れが辛いし特に心に来るんだよな。あそこの BGM がすごい涙腺に来るんだ。それぞれ縁のある者同士で泣き合ってお別れするのが最高すぎてボロ泣きするわ。避難した星が何光年離れているかわからないけど、すでにこのイチたちは千年以上前の存在で、確実にのび太の時代にはもう、でもきっと幸せな余生を暮らしただろうな。同じ捨て猫だったマロマユのことトラガラのことは協力し合ってたし、イチたちと積極的に絡みはしてなかったけど険悪でもなかったし、割と協調性あるというか、ではいい子だったと思うんだよな。ズグ、子孫の愚行を知ったら幻滅しそうな。同族滅ぼしかけたと知ったらブチギレるんじゃないか。この話の真の悪はねじれゾーンだと思うわ。これがなければのび太たちは会いに行けたし、ズグの恨みはもっと和らいでいたかもしれない。わさドラも好きだけど、このままで完成されてるからリメイクとかされてほしくねえかな。これはこれで好きだけど、やっぱりリメイクが見たいからわさドラの最後の時でも良いからやってほしいわ。わかる。とはいえわさドラの作画でワンニャン国民見てみたい気持ちもあるって思ってたら、原作の話を TV でやってたような。30分番組だから映画みたいな綺麗さはなかったけど、